ットさんからいただきましたよ。いのりちゃん、ゲストのゆいたま、こんばんは。こんばんは。女の子って美味しいものを食べたとき、美味しいという前に、と可愛くうなるんですよね。どうですか？いや、もう隣で、って言ってたら、私だったら、殴りました。こらって言います。殴っちゃダメ、殴っちゃダメ、暴力ダメダメ。こらって言いますね。え、チャンリナ、チャンリナどう、あ、でもチャンリナ言うよね。どうすんの？祈り殴るの？チャンリナ。私、リナ殴りますダメだね。ベレー帽を。確かに、言いそうします。チャンリナ可愛いんだよね。そうなんだよ。食べるときに。リナね、本当に女子力もあるし。うん、私、釣られていつもうんって言っちゃうもん、チャンリナと食べてると。そう。いや、じゃあ3人で行こうよ。リナ、そうね、じゃあ、私がもうリナのベレー帽を弾き通して。私も多分うんって言うから、一緒に弾き飛ばします。ね、一緒に豆大福でじゃあ弾き飛ばします。ということで、こんな感じで男子も。